エレミヤ書第34章。バビロンの王ネブカデレザルがその全軍と彼に従っている地のすべての国の人々及び諸々の民を率いてエルサレムとその町々を攻めて戦っていた時に、主からエレミヤに臨んだ言葉。イスラエルの神主はこう言われる。言ってユダの王ゼデキヤにつけて言いなさい。主はこう言われる。見よ、私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼は火でこれを焼く。あなたはその手を逃れることはできない。必ず捕らえられてその手に渡される。あなたは目の当たりバビロンの王を見、顔と顔を合わせて彼と語る。それからバビロンへ行く。しかしユダの王ゼデキヤよ、主の言葉を聞きなさい。主はあなたのことについてこう言われる。あなたは剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死ぬ。民はあなたの先祖であるあなたの先の王たちのために香を焚いたように、あなたのためにも香を焚き、またあなたのために嘆いて、ああ主君よと言う。私がこの言葉を言うのであると主は言われる。そこで預言者エレミヤはこの言葉をことごとくエルサレムでユダの王ゼデキヤに告げた。その時バビロンの王の軍勢はエルサレムおよび残っているユダのすべての町、すなわちラキシとアゼカを攻めて戦っていた。それはユダの町々のうちにこれらの堅固な町がなお残っていたからである。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を立てて、彼らに釈放のことを告げ示した後に、主からエレミヤに臨んだ言葉。その契約はすなわち、人がおのおのそのヘブル人である男女の奴隷を解放し、その兄弟であるユダヤ人を奴隷としないことを定めたものであった。この契約をした司たちとすべての民は、人がおのおのその男女の奴隷を解放し再びこれを奴隷としないということに聞き従って、これを解放したが、後に心を翻し解放した男女の奴隷を引き返させ、再びこれを従わせて奴隷とした。そこで主の言葉が主からエレミヤに臨んだ。イスラエルの神主はこう言われる。私はあなた方の先祖をエジプトの地、その奴隷であった家から導き出した時、彼らと契約を立てて言った。あなた方の兄弟であるヘブル人で、あなた方に身を売り、6年の間あなた方に仕えた者は、6年の終わりにあなた方のおのおのがこれを解放しなければならない。あなた方は彼を解放してあなた方に仕えることをやめさせなければならない。ところがあなた方の先祖たちは私に聞き従わず、またその耳を傾けなかった。しかしあなた方は今日心を改め、おのおのその隣人に釈放のことを告げ示して、私の見て正しいとすることを行い、かつ私の名をもって唱えられる家で私の前に契約を立てた。ところがあなた方は再び心を翻して、私の名を汚し、おのおの男女の奴隷をその願いのままに解放したのを引き返させ、再びこれを従わせてあなた方の奴隷とした。それゆえに主はこう仰せられる。あなた方が私に聞き従わず、おのおのその兄弟とその隣に釈放のことを告げ示さなかったので、見よ、私はあなた方のために釈放を告げ示して、あなた方を剣と疫病と飢饉とに渡すと主は言われる。私はあなた方を地のもろもろの国に忌み嫌われるものとする。私の契約を破り、私の前に立てた契約の定めに従わない人々を、私は彼らが二つに裂いて、その二つの間を通った
子牛のようにする、すなわち二つに分けた子牛の間を通ったユダの司たち、エルサレムの司たちと宦官と祭司とこの地のすべての民を、私はその敵の手とその命を求める者の手に渡す。その死体は空の鳥と野の獣の食物となる。私はまたユダの王ゼデキヤとその司たちをその敵の手、その命を求める者の手、あなた方を離れて去ったバビロンの王の軍勢の手に渡す。主は言われる。見よ、私は彼らに命じてこの町に引き返して来させる。彼らはこの町を攻めて戦い、これを取り火を放って焼き払う。私はユダの町々を住む人のない荒れ地とする。